まず最初の旅の舞台は出雲市にある出西というエリア。こちらに暮らしに役立つアイテムがあるということで訪ねてみましょう。この建物ですかね。なんだかすごく素敵な雰囲気。見てください、こうガラス張りなんですけど、陶器、お皿いっぱい並んでますよ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。お邪魔します。いらっしゃいませ。すごく木の香りがする素敵なお店ですね。こちらで暮らしに役立つアイテムに出会えると聞いてやってきたんですけどそうです、ありがとうございます。日用に根ざした日用使いの、器を作っている出西窯という窯元です。出西窯ね。訪れたのはここ出西で古くから営業する窯元である出西窯。休日にはここを目指して全国からお客さんが訪れるほどの人気店なんですが、あるものが有名ということで早速見せていただきました。なんだろう、すごい素敵な青ですね。深みがあっていい色ですね。 ありがとうございます。創業時には青の器というものは一部のアイテムにしか使われてなかったんですけれども、はい、1989年日本陶芸展でこの形のものがちょっと賞をいただきまして、それで今ではこちらのブルーの方のイメージの方がお客様の方強くなって、わりかし私たちを代表する色というふうなところで認知していただいております。1947年、5人の青年によって創業した出西窯。手仕事によって作られた日常使いの器に美を見出すという民芸運動に影響を受け、日常の暮らしに役立つ道具を作り続けています。取っ手がついているカップがありますけれども、はい、この取っ手というものは粘土を飴細工のように伸ばしてこうつけるので、ウェットハンドルというふうに呼ばれているんですけれども、はい、私たちに技術指導していただいたバーナード・リーチという陶芸家がいらっしゃったんですけど、その方がおっしゃったのが、触れたその指にこの喜びがあるかと、そしてその触れたその唇にぬくもりがあるかというようなことをおっしゃってて、この持った時にあ、すごくいいなと思わせるような、そういったものを作るようにというふうに言われてました。でそういうこともありまして、私たちのところでは持った時にやはりこう手にこう馴染むような、そういったものを作るというふうなことは器作りの中でとても心がけています。そんな器作りの様子見学もできるということで工房にお邪魔します。お邪魔します。あ、すごい、もう陶器がいっぱい並んでますね。そうですね、まだ今から焼く前のものであったり、そして作ってる途中のものであったりと、ここが工房でして、仕事の現場をちょっと一つ一つちょっと見ていきましょうか、はい、うわ楽しいな、こういうの。すごい、何人もの方が作業されてます。そうですね、今作り手の方が15人ですかね、うん、こちらは今。そうですね、まあ、こちらの方のドレンキという機械で実際に使用する粘土がこちらの方になるんですけれども、はい、この機械を通すことによって真空圧をかけてより使いやすい粘土に変えています。出てきたのがこれですか。そうです、わ、ツルツル、おお、すごいですね。同じ粘土とは思えない感じ。真空の圧をかけてますので、よりきめ細かく使いやすい粘土に変わるんですよ。こちらの工房、一般の方も見学可能となっていて、お仕事の様子を間近で見られます。なんと作り手さんに気になったことを聞いてもいいそうなんですよ。どなたか話しかけたい人とかいらっしゃいますか。いや、これ大事よ、この人選びは大事よ。怒られるパターンもあるかもしれないけど、職人さんですからね。そうそう、すごい収集してるんだけど話しかけられたくない。仕事3年目ですよ。じゃあちょうど3年目の人が、ここがいますので。あ、3年目の作り手さん、こちらが3年目の作り手です。あ、こんにちは、すいません、お忙しいところお邪魔します。梶谷さんも3年目ということで、ああ、ぜひ3年目同士お話をしたいということを。同期トークといいですね、フレッシュ感。この作業は何をされてるんですか。これ削りっていう水引きした器を、まあ、最後形を整えて高台を作る作業をしてます。高台、これです。
この湯飲みですね、湯飲みになるんですね、はい、焼くと大体 17% 小さくなりますので、なんだいぶこのこれがだいぶ小さくなる、焼く前と焼いた後と縮むのも考えながら作んなきゃいけないということですよね。職種は違えど同じ3年目ということで、同期トークに花を咲かせましょう。花咲く？そうですか、3年目で。そうですね、まあ担当のものもちょっとずつ増えてきて、まあ自分がいいなと思える形もだんだん作れてきているので、そういった意味では楽しく仕事できています。もう1年目の時からいろんなものを作られてるんですか？いや、1年目は全然そんな少しだけやってました、うん、同じです。あシンパシーだ。そうですね、職種が違ってもこう踏む段階っていうのは一緒ですね。すごい親近感が湧きました。花咲いたじゃない。咲かんと思っとった。そんな出西窯ですが、全国的にも話題を呼んだある商品があるということで見せていただきました。こちらの方が私たちのところでキャットボールと呼んでいる、これいいね、猫のための食器、これめっちゃいいじゃん。猫のため、こちらがキャットボールという猫の餌台で、 SNS でも話題になったんですが、その誕生にはあるきっかけがあったそうで、もともと僕は猫を飼ってたんですけれども、はい、猫が晩年もう本当に立てなくなって、ご飯や水を飲むのも苦しそうにしてたんですよ。それからだいぶ経った後に、あの高さがある器の方が猫の健康や食べやすさにつながる、まあ、食べやすいというふうに聞いた時に、器屋なのにあのそういう器を作ってあげられなかったなというところで、あの、まあ、ちょっと作ってみようかなというところから始めました。猫が前かがみにならないお皿の高さや、お皿にひげが当たらないよう顔より一回り以上大きいサイズにするなど、さまざまな工夫を重ね、およそ1年かけて完成させたそうなんです。人間以外の器というものを出西窯が作ることはなかったので、自分の中でそれをやっていいのかという気持ちはあったんですけれども、ただオンラインの方でレビューを読むとですね、いやもう本当作ってよかったなと、あの本当に役に立ってるんだなと、同じ思いをしてた飼い主さんがたくさんいたんだなというところで、だいぶ心救われる気持ちになります。人々の暮らしに役立つ商品を作り続ける出西窯、今では年間およそ6万人以上の人がお店を訪れるそうなんです。ただこれは先代のおかげだと投稿の中八さんは言います。始めた当初というよりはもうそれから、まあ、ほぼ半世紀ぐらいは、まあ、お客さんもほとんど来なかったというふうなことは聞いております。ですので先代たちの地道な暮らしに役に立つものというところの積み重ねが支持をいただいていることにつながっているのかなと思っております。